まずは羽生選手が毎日汗を流すクリケットクラブについてご紹介しておきましょう。創設は1956年、クリケットとフィギュアスケート、そしてカーリングのクラブが合併し生まれました。今では総合スポーツクラブとして多くの人が汗を流しています。そしてこちらが羽生選手が練習するスケートリンク。実はとんでもない秘密の仕掛けがあったんです。 Well, you know what's so special about this rink is that under the ice it's a sand floor. So most rinks have concrete or cement. That's what makes, there's very few rinks in the world that have this type of floor.リンクの下地が砂だとどんなメリットがあるのでしょうか。下地の素材でジャンプをした時の反発が変わるスケートリンク、一般的なコンクリートと例えばプールの上に板を敷いたリンクとでは体の浮き上がり方が違うと言われています。一般人にはなかなか理解できない世界ですが、そんな繊細な違いを生むリンクの下地を砂にすることでジャンプ練習で受ける体への衝撃を和らげているんです。そして肉体の変化についてもボーサーコーチはその秘密を教えてくれました。昨日見たら羽生選手がすごく下半身がしっかりしたなっていう印象だったんですけど、I think this has just been over the last couple of years. I mean, two reasons. First, he's training better, and he's doing more off-ice training. But he's also just maturing as a man. I think that's just been natural. You know, all of us, our bodies change when we mature. 2012年から練習拠点をクリケットに移した羽生選手。4回転サルコーを取得し、ソチオリンピックで金メダルを獲得。さらに2015年に4回転を3本組み込むと、2016年には4回転ループもマスター。今シーズンは4回転ルッツの導入も視野に入れています。進化の裏にあったのはクリケットの体に優しいリンクと肉体の変化。さらにまだまだ秘密は隠されているんです。いつもオーサーコーチはここに立ってらっしゃるんですか？ So this is where you stand usually? Usually, because there's a heater right here. ヒーターの下。 My spot. 確かに暖かいです。 But I normally move around. そしてリンク上にエスコートしてもらい、特別に真下から見せてもらったのが世界選手権優勝の記念プレート。ワールドチャンピオン2014-2017。隣にはオリンピックメダリストの記念プレートも。オーサーコーチとリンクの上を移動します。すごい。ゆずる羽生が一番最後にあって、また2018ゆずる羽生来そうですよね。Hopefully. I sometimes find him standing here just looking up more. True. True story. そうなんだ。羽生選手の闘志をかきたてるメモリアルプレートに続いて、リンクにはこんな仕掛けも。And then when somebody skates a program that's clean, that's perfect, then we ring the bell. クリーンな演技をした時は。It's a big day when we get the bell. 一日何回ぐらいになる機会ありますか？ As we get close to competition, it's more and more. ちょっと。Yeah. And then all the coaches cheer, all the skaters cheer.激しい練習を可能にする体に優しいリンク、そして選手たちを多方面からサポートするコーチ陣。羽生選手がここクリケットでパーフェクトな演技を重ね、この鐘を鳴らせば鳴らすほど66年ぶりのオリンピック連覇がぐっと近づいてくるはずです。